では続いて第2問いきます。菊池市の特産品の一つであるお茶は、澄み切った空気と山への厳しい寒さにで育てることによって茶葉の芳醇な香りと柔らかい口当たりが特徴です。今日も持ってきてます。美味しいお茶を入れるには4つのポイントがあります。お茶の葉の量、お湯の温度、お湯の量、さあもう一つは何でしょうか。決して頭からですね、まずもう一つお湯の温度、お湯の量、お茶の葉の量と、もう一個です。分かった。はいって、あ、ママ当たったよ、やった、当ててもらった。正解よ、よいしょ。え、ノブが乾いている時それも大事、ノブが乾いてそれも大事だけども、お茶を入れる時のポイントだからちょっと欲しいかな。入れる時にも喉乾いてる方がいい。喉乾いてなかったら入れないしね。でも喉乾いてなくても飲んでください、菊池のお茶美味しいね。あ、じゃあ一番前の熊本で当たりです。蒸らし時間が大浴のポイントになっております。さすがです、おめでとうございます。ありがとうございます。まだ1問だよ。はい、ありがとうございます。ちーちゃんが乾いてる。 Thank you.